イレブンミュージック。クリスタルビザー。ここはスペシャル快速ドリーム号のプラットフォーム。第1第3火曜日の11時からの1時間、スパイラルタウンのオープンです。日々繰り返されるドラマの中、経験したものから渡されるバトンを受け取る場所であり、チャレンジに向かうものを見送る場所。今日のあなたにぴったりなドリームチケットをお届けします。メインパーソナリティはムーパパことデルタウィン CFO パートナーズの伊藤正彦が皆様の夢の実現ナビゲートをさせていただきます。番組プロデュースはクリスタルの狼キリン。この番組の合言葉は一歩前へ。まずはここから始めましょう。さあ、メンバーにも一言もらいます。まずはまこちゃん。はい、楽しく楽に早く読める速読楽読インストラクターの石井まことです。かなり初っ端からテンション上がってますね。おー、いいですね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ次はデシコクのうちまいちゃん。はい、声と姿勢のデザイナー、コミュニケーションコンサルタント、クリスタルネームはデシコクのうちまいですが、クオンまいと申します。正式で、正式で、ね。はい、よろしくお願いします。今日はエリカスタレッスンを、ね、担当しますので、リフレッシュしていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。じゃあみんな揃いました。スタートチームビザー。さあ、今日はちょっと気になってるんですが、はい、最初のムッパの声が、ね、すごい上ずってた。あ、そう。だいぶ上ずってますよね。大丈夫大丈夫大丈夫。イレブンミュージカルだいぶ上ずってたでしょ。じゃあ今日ね、ちょっと曇ってるしテンション上げようと思ったんだけど、ね、ちょっとあのトーンがね、違ったりしてちょっと違ったよね。でもこの梅雨が始まった、はい、この曇りを吹き飛ばす、そうなんです、今日番組になるかなと。うん、まこちゃんもね。そうなんです。まこちゃんも、どうしたの、どうしたの、何があったの。いやいやいや、これからですよ、これから。これからそのね、今日のゲストさんね。そうですよ ねすごい人が来てるんですよね。すごい人を呼んじゃった。私テレビで見てましたからね。あら、そう、テレビで見てる人が目の前にいるってことで、ものすごく今テンション上がってます、ね、僕さっき握手しちゃったもんね。私も握手しましたね。何島じゃあちょっとゲストを呼んでくれたまいちゃんからちょっとだけご紹介してもらって。そうですね、はい、実はね、私Facebook とかで時々アップしてるんですけど、はい、月に1回強くなるために、うん、いや、もうそれ以上なんだどうしたの、ツッコミ間違いで今のままで。そう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 。強くなるためにキックボクシングにね、練習してるんです。あ、そうなんだ。そこで教えてくれてるのが、もう今まこちゃんとムカムカがね、ちょっとテンションが上がってる、うん、小比類巻さん。あー、あの小比類巻さん。そうなんですよ。なのでね、今日呼んじゃいました。わー、すごい。このスタジオに来てくださってる。そうなんです、ね、いや、でもまさか本当にね、いらっしゃっていただけると思わなくて、うん、軽い感じでぜひって言ったら、あ、じゃあ行きますって言ったので、えーってなって、私もちょっとドキドキしてます。それはジムに通ってるお客さんだからっていう。それは後で聞いてください。なるほどですよ。そうなんですね。さっき聞いててすごい格闘技のね、選手の名前とかバンバン出てきて、うん、それだけでテンション上がってる。上がります。知ってる、あれ知ってるとか、あの人ねとか、うん、なってますからね、私はね。でも K-1 って最初に見た時に、うん、プロレスみたいなちょっと工業的、衣装的な要素もなく、はい、ボクシングのような大きなグローブでもなく、なくマジかよみたいなね、思いました、思いました、うん、思ったそうなんですよ。でそれをやってて、かつ日本のチャンピオンだとか世界で活躍した人がいるという、そういうことですよ、そういうことですよ、ね、そうなんですよ。結構ガチ感がね、あの時センセーションでしたよね。ちょっと止まんなくなんない。あ、そうですね。あ、時間じゃあ普段このオープニング区切りにして、曲の後にいよいよ登場していただきましょう。さあ、今日もスタートです。勇気のかけらを集めれば夢の一歩が始まります。心を柔軟に、心を敏感に、スペシャル快速ドリーム号、本日の出発でーす。お供しまーす。はい、本日1曲目、この梅雨空をですね、吹き飛ばす1曲、ベニー K でサンライズ。